じゃあ次はですね、由比神社の外来方々の方からですね、今日は天狗の舞というところで、天狗とは天狗の狐と言いますが、よくあの稲荷神社に行きますと、水戸物とか織物をですね、狐、稲荷が飾ってあるんですね。実はあれが神様じゃないんです。その裏にですね、馬の御霊という工作を行えてくる神様がいらっしゃるんですね。その使いが天狗なんです。だからすぐ神様になれるんですね。ちょっと勘違いされる方がいらっしゃるんですけども、よくね、稲荷様には油揚げなんですね。なんで油揚げかって言いますと、馬の御霊が好きじゃないんです。その狐のですね、天狗が稲荷の油揚げ好きなんですね。だからまず狐に機嫌を取り結んで油揚げを揚げて、で私の願いを一番後ろにいらっしゃる馬の御霊に伝えてくださいという一緒の賄賂としてあるというところですね。ということで、勘違いしないでください。日本の神様から決して顔出しませんからね、裏に隠れているんです。私は直接ね、お願いすることができませんので、その狐にそれを託すわけですね。その天狗がですね、小寺屋の番組になります。で、これからですね、ここでも、なんか、お生き物があるようになります。どうぞ気がしないように、いただきます。では、由比神社の代々からのポイントから、全部の絵をご覧いただきましょう。どうぞ。
あるわけ